はい、皆さんこんにちは、ワナリングルフジです。では今回はシンギレンの野望ドズル編続きをやっていきたいというふうに思います。前回ですね、ソロモンに攻め寄せてきた連邦軍ティアンム率いるこの艦隊を撃破したというところまでお届けしたと思いますので、今回その続きになります。でまず最初はね、画面目的出てるように戦力の再編ということで、3万発言力増えてますので、これを使っていきたいというふうに思います。まずはね、改造で、主力になる、モビルスーツの改造をしていきましょう。ゲルググランバラール戦翼、これを強化していきます。で、改造項目はね、出力と装甲と水力、この3つです。燃料に関しては、もう補給するのを前提に、まあその分をね、他に回すということで、モビルスーツの攻撃力、機動力、防御力、この3つをね、優先的に上げていくという改造のやり方をしていきます。で、あと、まあ、要請で配備するモビルスーツも、もうゲルググがね、生産できるようになっているはずなので、ゲルググを中心に生産して、あとはね、この後、まあ、宇宙から地球へ再進行するということを視野に、ザンジバルを戦艦では作っていこうかなというふうに思っています。まずはじゃあ艦船としてザンジバル、これを2隻作って、でさらにモビルスーツではゲルググを作っていきましょう。で、あと、シャアがこの辺りにいるはずなので、シャアを編入、宇宙攻撃軍に復帰させましょう。こんなところでいいかな。じゃあ、これで時間を進めます。ああ、その前にだ。ザンジバル他にも持ってたはずなので、ザンジバルの機動力を上げておきましょう。ザンジバルはね、とにかく足が遅いので。でも、無才はもうこの際足が遅いままにしましょう。どうせ宇宙で、まあ、言ってみれば使い捨てになってしまうので。で、宇宙における連邦軍の艦隊戦力はだいぶ低下しているので、まあ、しばらくはね、地球上でジオンと連邦が、まあ、小競り合いというかね、戦いを繰り広げると思うので、まあ、これはね、手出しのしようがないので、まあ、見守るということになります。ロンメルだな。ちょっとロンメルもね、アフリカ戦線かなり厳しいので撃破されちゃうんじゃないかなとは思うんですが、シャアを帰還させましょう。ソロモンで、ソロモンでシャアのゲルググも改造したい。それと同時にそろそろアバオアク、まあ、サイド3方面へと向かっていきましょう。で、一応ソロモンにはビグザムを2機残しておけば十分かなと思うので、ビグザムを2機残しておきます。今の動かん連邦の動きを見る限り、
ソロモンに連邦の艦隊が来そうな感じだったな。さあ、ソーラーレイ発射作戦が始まりました。ソーラーレイによるレベル艦隊攻撃が通達。発射作戦が成功すれば連邦軍に甚大なダメージを与えることができます。ソーラーレイ発射後、連邦軍との決戦を行います。部隊再編を急いでくださいということですね。ゲルググが戻ってきましたというか生産されましたというところで、シャーはどうなっている？入れるね。さすがシャーだな。シャーのこの機動力さすがだな。この艦隊のことを言ってるのかな。この艦隊がサイド3にやってくると言っている。ここにであればなんてことはないけどな。まあ、いずれにしても艦隊再編しておきましょう。そうすると、まずは、ハマーンは、まだ登場させないので、ちょっとね、この後の流れで登場させようと思ってるので、マクベとかはいるけど、どうしようかな。まず、ガルマも下ろしたいんだけど。ガルマとフロンタルをちょっと下ろしたい。ここでやれと。そういうことね。じゃあ、まずはフロンタルをチベから下ろすでしょ。あと下ろしておきたい人いるかな。ドゼルはこのままグアジンに乗せておいて、フロンタルは下ろした。あとはシャアはこのままゲルグ乗せるでしょ。ガルマも下ろす。コンスコンもこのままチベに乗ってもらいましょう。で、ドレンをファルメルから下ろしてチベに乗せよう。で、ガウからダロタ下ろして、ビグザムからナナイを下ろすと。で、そうすると、多少余裕が出てくるので、まずチベに、人を乗せるっていうことができるようになりますね。ここにドレンでしょ。さらにダロタ、ナナイ、この辺りを乗せていきましょう。ハマーンはさっきも言ったようにまだ使えません。そしたらここでゲルググにガルマ、フロンタルを乗せて、ちょっとねこの辺り皆さん退屈されちゃうかもしれないんですけど、お付き合いお願いします。ガルマ専用のゲルググにはならないですが、強化だけして他のものと差別化はしておきましょう。同じくフロンタルも強化しておきます。
よし、これでもうお金というかね、ポイントも使い切ったので、よしとしましょう。で、舞台を再編していきます。ゲルググを、ドズルのグワジンに乗せる。さらにリックドムも、チベに乗せていきましょう。モビルスーツの数がもうちょっと欲しかったかな。で、シャアを強化する金がないので、もうシャアも乗せていくしかないで、ザンジバル作ったものちょっと余りそうだな。さあ、ちょっとじゃあ連邦の動きを見ながらという感じで部隊を展開していきます。バルバロも出して、ザンジバル、グワジン、この辺りが空か。ちょっともったいないで。もったいないけど、ここは惜しみなく出しましょう。結局戦艦沈められると補給能力が低下してしまうので、まあね、空の戦艦であっても補給予備として出してはいきましょう。基本的にもうビグザム残して全部出撃ですね。シャアが宇宙攻撃軍に復帰してるんで、このシャアの力も十分に、まあ、使えるかなというところですね。やっぱりソロモンにやってくるよね。なんかそんな気がしたよ。艦隊の動きを見ると。まあソロモンにやってくるならね、戦力充実のソロモンで敵を迎え撃つというのがいいかなとは思いますけど。いや、マリガンよく持ちこたえたな、今ので終わっててもおかしくなかったけど。さあ、連邦の動き確認しましょう。どういう動きだこれ。一旦でも生還だな。モビルスーツ隊を出すっていう状態でもなさそうだしね。いや、もう完全に地球は
撤退モードだね、ジオンは。ザンジバル硬いね。あそこでしっかり持ちこたえてるね。そしたらこっちから打って出るか。決して多くはないからね。連邦の艦隊に攻撃を仕掛けましょう。だそうです。いや、結構熱いね、いろんなシーンが。さあ、ではシャアも出しましょう。久しぶりだな、ガルマ。よく言うな。いや、この会話どうなのっていう、ちょっとドキドキしちゃいますね。例の事件はもう完全に和解されたんだろうかという気がちょっとしちゃいますけど。さあ、まあここは敵の艦隊を叩いていきましょう。ここはザンジバルを並べていきます。ムサイはちょっと駐留させとこう。2隻はね、連邦のルナ2から出てきている艦隊もあるので、しかも結構出てるな。この艦隊もどうにかしなきゃいけないってことを考えるとね、決して楽観できる状態ではない。よって要請でモビルスーツゲルググを要請していきましょう。ここでマゼラン落としたいけどな。落とすね。ちょっとでももうちょっとあっさり落としてほしかったなっていう感じはしますけど。
いや、連邦の艦隊、そう、うん、ルナ2から出た艦隊、思ったよりも足が速いな。ゲルドルバ照準だな。連邦艦隊はこの攻撃によりサイド3の攻撃を断念、残存戦力を再編成し、ア・バオワ空に進路を変更しました。なるほど、ア・ボワ空攻防戦へと変わっていくわけですね。ここから、ここはじゃあゲルググを要請しておきます。で、それはそれとしてだ、3分の1が喪失したようにはちょっと見えないけど、むしろルナ2から出てきてる艦隊の方が強力だな。まずは目の前の敵をじゃあ潰していきます。ここはね、丁寧な仕事していきます。しっかりミノスキー粒子を散布した上で攻撃を行っていく。ソーラレイが発射されてるんで、敵の戦力ダウンって出てましたけど、ちょっと果たしてどこまで、ここはシャアのことがキャスバルだってランバラールは知らない程度会話でしたね。ここは確実に確実に敵を沈めていきましょう。ビッグドムも出しておきます。このビグザム誰が乗ってる？シムスが乗ってるってなってるけど、さあこんなもんかな。ビグザムがじゃあザビ家仕様のものを合わせて3機今ある状態ですね。ソロモンに。デミトリー。シャア初めての戦闘なんでちょっと見ていきましょう。一機取り逃しか。
しばらくはね、ちょっと会話を見ていきましょう。で、会話をね、ほとんど見切ったら、飛ばしていくというかね、オフにしていきます、メッセージは。ソーラーレイで史実通りレビルは戦死したのかどうか、ちょっとその報告が全然上がってこないですね。いや、連邦のルナ2から出た艦隊がだいぶ寄ってきてるね。デミトリ、ここはさ、ジムぐらい確実に仕留めてほしいけど。いや、メガリー手法マジで強いな。ドズル閣下、リレン総帥から通信です。回線を回します。ソーラーレイの攻撃によって連邦の主力艦隊は壊滅寸前だ。だが奴らは残された戦力を集め、アパオワ空に攻撃を仕掛けるつもりだ。万が一にもアパオワ空が落ちることなどない。だがソロモンから部隊を出してくれれば敵を挟み撃ちにできる。ソロモンを勝利に導いた手腕、当てにしているぞ。アパオワ空の防衛戦ですね。じゃあこのまま艦隊を進めていきましょう。妖精はもうゲル残り数機しか作れない。3機だね。3機作っていっちゃいましょう。これでマックスですね。ではモビルスーツ隊も出していきます。そうか、妖精で出したからここにもう展開されてるね。じゃあ本当にこれらの艦隊がアーバーワークに向かってくれるのかっていう疑問はあるんですが、指示通り向かいましょう。そっちには行かせん。そういう動きですね。ファルメルからも攻撃を行っていきましょう。まあ、万々が一にも、まあ、グアジンクラス、ジベクラスが落とされるということは、敵のこの戦力だとないと思うので、まあ、ここは確実性をとって、艦砲射撃も入れていきましょう。気になるのが本当に連邦のルナ2から発進した部隊がソロモンではなくアーバーオワクに向かってくれるかどうかですね。ドレン、しっかりサラミス落としましたね。
まあ、いわゆるレベル艦隊と呼ばれていた艦隊はほぼ壊滅させましたね。あとはソロモン方面に向かってきているように見える敵の艦隊が、どういう動きをするかですが、知らん。やはり知りませんか。皇王は連邦と講和を結ぶため密かにグレートレギンでレヴィルと接触していたようなのです。ギレン総帥はグレートレギンの存在を知りながら連邦艦隊ごとソーラレーブ、ギレンは父殺しの逆賊として撃たねばなりません。ソロモンの英雄であるアニウエと新たな総帥を名乗れば多くの将兵の協力、さあここですね。ここでイエスノーで、ノーにすると史実エンドで、イエスにするとイフが始まるので、今回はね、イフでドズルウォーズ継続していきましょう。はい、総帥就任、ジオン考古軍の総帥に就任、全部隊の指揮権及び戦略決定権を獲得したということで、全権の獲得がなりましたということになります。特別作戦が提案されています。資金強制徴発、まあ、資金もそうなんですけど資源もきついんですよね。ペズン計画の3ですね。さあではこの後の動き、とても気になるところなんですが、キリがいいので一旦ここまでにさせていただいて、次回ですね、この続きをまたプレイしていきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。